古在東在仏教紙芝居の始まり始まり変身ネズミ。とある仙人が暮らしている村がありました。ある日のこと、仙人が外へ出ると、チュー、助けてくださいと聞こえてきた。声のする方を見るとネズミがこちらに向かってくる。助けてください。どうしたのじゃ、鷹に追われているんです。よし、わしが時を稼ごう。その間にうちに入るんじゃ。ほれ、仙人のおかげでなんとか逃げることができた。ここはもう安心じゃ。しばらくうちで過ごしていきなさい。ありがとうございます。仙人の家にお世話になるネズミ。しかしあくる日、助けてください。どうしたのじゃ、猫に追われているんです。よし、任せなさい。サッベイさんからドゥッカ。仙人が呪文を唱えると、なんとネズミが猫に変身。これでもう安心じゃな。ありがとうございます。すっかり安心した猫ネズミ。しかし、助けてください。どうしたのじゃ、犬に追われているんです。よし、任せなさい。サッベイさんからドゥッカ。今度は犬に変身。これで安心じゃな。ありがとうございます。すっかり安心した犬ネズミ。しかし、助けてください。どうしたのじゃ、虎に追われているんです。よし、任せなさい。サッベイさんからドゥッカ。今度は虎に変身。これで安心じゃな。ありがとうございます。さあ、虎になったネズミに怖いものはありません。村のみんなが恐れて離れてゆく。ガルグルグルグル、愉快愉快。虎が村中をうろつくので村人たちは困り果ててしまいました。そこで仙人に相談に行くことに。仙人様、最近虎がいるからおっかねえだ。おお、そうであったか。すまぬすまぬ。あの虎はな、実はネズミじゃ。うちに逃げ込んできたネズミを湯やって虎に変えてやったのじゃ。なんだ、ネズミか。それじゃあ恐れる必要はねえな。ということになり、村人たちが虎ネズミをからかい始めた。これに腹を立てました虎ネズミ。ガルルルルル、なんということだ。誰も俺様のことを怖がらなくなったではないか。こうなったのも仙人のせいだ。仙人を食べてやろう、と仙人の家に向かう。そろり、そろり。仙人の後ろから近づく。そして、ガラガラガラ、仙人、お前を食べてやる、と飛びかかったその時、たわけもの、サッベイさんからドゥッカ。なんと、虎からネズミの姿に戻った。チューッと逃げるネズミ。それに鷹が目をつける。何やら物悲しげな様子の仙人でございました。この後ネズミがどうなったのかご想像にお任せいたします。ネズミは一体誰のことでございましょうか。おしまい。